今日のトレリンは防災にも役立ちますキャンプ道具を使った料理をご紹介します。宮崎市のアウトドアショップ庭めしに伺いました。キャンプ道具で、はい、簡単に夏のメニューが作れちゃうって本当ですか？キャンプは簡単じゃないとやってられないからですね。まず簡単にで、まあ、今の時期だから、うん、あとはあの夏バテ防止とか、まあ、夏バテ予防みたいな感じで美味しく彩りもいいような料理ができればいいなと思ってます。実は店長の井上さん、本業は住宅の設計施工を手掛ける工務店の社長さんですが、キャンプインストラクターの資格も持つキャンプの達人なんです。これ見たことあります？めっちゃおしゃれに見えるんですけど、これもしかして飯盒です。これを使って今日は美味しい料理をしようかなと思ってます。店内にはカフェバーのようなスペースもあります。飯盒用のレシピ本も出ていて、今回はその中からアレンジしたメニューを紹介してもらいます。材料はこちらです。ご飯1合、玉ねぎ、にんにく、生姜、ひき肉、レタス、ミニトマト、チーズ、オリーブオイル、塩コショウ、ウスターソース、カレー粉、野菜ジュースです。なんとこの中でタコライスのこのひき肉とかを炒めて煮詰めながら、ここでご飯を同時に炊きます。1回の火で2品できるっていう感じですね。オリーブオイル入れますね。玉ねぎが1/4、ひき肉を炒め、塩コショウとウスターソースで味付けします。色が変わったら、うん、こいつを入れていきます。優秀な子です、まあ、濃いトマトジュースでも大丈夫です。めっちゃ適当ですよ。はい、こんなもんかしら。はい、沸騰してきたら30分以上水に浸したお米をセットします。カセットコンロの火にかけて弱火で30分待ちます。待ってる間に、はい、ただバナナを半分に切って凍らせたアイスなんですけど、グラニュー糖がグツグツいって、そしてキャラメル状になってます。上がこうキャラメルで焦がした感じになって、なおかつ中が冷たいという美味しいものができるのではないかと思って、うん、なんか冷たいですか、うん、まだキャラメルができてる、できてる、パリパリ美味しい、そして中がひんやりしてます。これ元気が出ます ね美味しいからいいと思う。ふわっと、おあ、炊けてる炊けてる、よかった、はい、お米が立ってますね、立ってますね。サルサソースをご飯の上にかけて、切った野菜とチーズを乗せて完成です。やっぱあのジュースが入ってるのがいいんですかね。野菜ジュースがやっぱりうまみがこうギュッと濃縮されてるので、あのそんなに味付けをそこまでしてないんですけれども、途中ねちょっと塩とかウスターソースだけを味付けしましたが、それだけで十分美味しくなってると思います。美味しいです。簡単で美味しいです、はい、コンロに乗せる五徳やランプなどたくさんの種類があるキャンプ道具は防災アイテムとして使えるのも魅力です。一個一個を取ったらお家でも使えるものってたくさんあるんですよ。台風のシーズンだったり持っとくとすごく便利で、いろんなものあるから、懐中電灯よりももうちょっと小さくて手軽なのありませんかとか聞いてくれれば、いろんなものあるからご紹介もできるからですね、気軽に来ていただければいいなと思います。